青山渚の迷わず渚。なぎっこの皆さん、こんばんは。青山渚です。この番組は迷わずに青山渚自身の気持ちを素直に皆さんに伝えていこうというパーソナル系トーク番組です。皆さんぜひハッシュタグマヨナギとハッシュタグ迷わず渚をつけて X などでも実況しながら楽しんでください。マヨナギ、迷わず渚は全部ひらがなでお願いします。早速ですが、メールがたくさん届いているのでご紹介させていただきましょう。なぎっこのスイタンさんからです。テレビアニメシンデュアリティノワール第13話見ました。ありがとう。劇中では U&I のアイドル衣装を着たシエルのライブシーンをまた見ることができて惚れ惚れしてしまいました。新しい楽曲なんかもあるのかなと期待して待ってますとのことです。ありがとうございます。続いてなぎっこのニコブレさん。シンデュアリティノワール第2クールがスタートしましたね。第1クールで残した謎や伏線が徐々に解き明かされていき、物語の真相に迫っている感じがワクワクしますといただきました。嬉しい。そしてブルーレイボックス1の特典にシエルがカバーするゴッドノーズとスーパードライバーの CD がつくという新しい情報が発表されました。今後の展開がますます楽しみですとのことです。そうなんですよ、ついにねシンデュアリティノワールの第2クールが始まりまして、私もねリアタイ、母親と一緒にあのソファーでリアタイしてたんですけども、今後どうなっていくのかもうドキドキですね。でもシエルちゃん今のところはね優しそうだけどね。でもなんかさ、あのキービジュアルを見た限りだとなんかすごい不穏な雰囲気がねあるので、ちょっと今後どういう展開になるのか楽しみにしていただきたいと思います。そしてシエルがなんと曲のカバーをするということでね、あのランティスの名曲カバーということで、どうなんだろう、今のところ2曲なんですけども、なんかさ今回ブルーレイボックス1じゃないですか、2、3があるってなったら今度は特典何があるんだっていうことでね、皆さん最新情報を楽しみにしていてください。ということで最後まで迷わずお付き合いよろしくお願いします。青山渚の迷わず渚スタートです。青山渚の迷わず渚マヨナギ年賀状スペシャル。なぎっこの皆さんから送っていただいた年賀状をご紹介するマヨナギ年賀状スペシャルです。なんと今回たくさんの年賀状をいただきました。ありがとうございます。え、めちゃめちゃある。ちょっと音わかる？これ一部なんですけども、いくよ。この圧、すごいね。後でね、あの全部読みますね。で今回ね、たくさん来てるんですよ。なるべくね、皆さんのメッセージたくさん読みたいなと思っているので、ちょっとなんか一部抜粋して読んでいきたいと思っております。ちなみに年賀状のお年玉くじが当たってた方にはステッカーをプレゼントしちゃいます。当選番号の発表はね1月17日だって。あ、もうちょっとじゃん。あ、じゃあちょっとこの放送ではね分かんないんですけども、皆さんドキドキしながら待っててください。ちなみに一等は100万本に1本だって。そんな少ないの？現金30万円。え、欲しいな。現金30万円。どうする、当たったらどうしよう。欲しいな、ギャラとして突然の臨時報酬欲しいな。これ何本か当たっててさ、1本ぐらい私持って帰ってもバレないよね。あ、でもあれか、みんなさ自分のなんていうの、年賀状でさ自分が何番だったかってメモってる可能性あるよね。それで、あれ俺年賀状出したのに17日に確認して、え、当たってるはずなのに言われないんだけどってなったら、私が盗んだのバレるわ。やめとこ炎上しちゃう、炎上しちゃう、ダメですね。30万、いやいいですね。ちょっとどうしよっかな。なんか番組予算にするか、あとリスナー還元企画とかいいよね。みんなにプレゼントであげるよっていうの。当たってますように、ドキドキです。それではね、早速年賀状ご紹介したいと思います。まずはヤドンのうどんさんからいただきました。なぎちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お年玉年賀はがきで一等が当たった時の使い道を考えませんか。あ、今私めっちゃ盗むとか言っちゃったのにくじは当選結果前の待機期間
かっこ夢見てる時が幸せですからね。本当だよね。一等は現金30万円などで、そこそこ夢がある景品です。私が考えた案として、丸1、なぎちゃんへのボーナス。それがいいんじゃないかな。これでお便り終わっていい？あと4つぐらいあるんだけど読むか。丸2、マヨナギ関係者さん、かっこなぎちゃんマネさん含むへのボーナス。おお、みんな番組関係者で分け合うということですね。丸3、マヨナギグッズの拡充。おお、グッズの予算に当てると。ほう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 。4、サンライズ出雲ロケで豪遊するための軍資金。ああ、いいね。なぎちゃんとスタッフさんの夢、かっこ使い道を教えてくださいといただきました。え、4番普通に良くない？サンライズ出雲の出張ロケってさ、結構お金かかるじゃん。だって私がさ、乗るだけだったらいいけどさ、一人でロケに行くわけじゃないじゃないですか。って考えると、いい、そこそこなお値段すると思うので、一等が当たった場合はロケに使うのいいかもね。いい情報ありがとうございます。続いて、ラジオネームニコタンさんからいただきました。なぎちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年はマヨナギ毎週楽しく聞かせていただきました。ありがとう。今年もライブや写真集発売など、なぎちゃんにお会いできる機会が多く、今から楽しみで仕方ありません。なぎちゃんにとって素晴らしい1年となるように、これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。あら、かわいい鶏肉の絵が描いてある。鶏肉がちょっとタツになってるバージョンですね。嬉しいな。そう、2024年始まりましたね。もう始まって、もう半ばじゃん、1月。わお、これから私はどうなるのかな。2024年ね、忙しいかもしれない気がするような、しないような、するような感じがする。何も言えない。でもちょっと新情報がね、出せる時が来ると思いますので、楽しみにしていてください。続いて、良斎さんからいただきました。なぎちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も日曜夜の楽しいラジオを楽しませていただきます。鶏肉のアテレコが好きです。僕嬉しいな。やったー、ありがとう。鶏肉ちゃんね、鶏肉そういえばイベントで全然出てこなかったね。忘れてたわ声での出演一回もなかった気がする。続いて、桜餅さんからです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。なぎちゃん、鶏肉ちゃん、今年もよろしくお願いします。鶏肉ちゃん、鶏肉って女だったのか。性別、あ、でも僕って言ってるからさ、男の子かも。でも鶏肉ちゃん可愛いね。きっとお年玉くじ当たるよ、知らんけどまずは放送100回目指して頑張りましょう。だって、そうだね、今年今回で41回目、あと50回ちょいだね。100回、60回ぐらいか。100回目指して頑張りたい。ぜひ皆さん聞いてください。かわいい、なんかマヨナギのさ、絵描いてくれてるんだけど、鶏肉になんていうの、角が生えて、なんだろう、タツみたいな、なんとか鹿みたいなものがいる生え方が鹿うん、だいたい2年で100回。あ、そうなんですね。で、まずは1年を目指して、その後100目指したいですね。頑張ります。続いて、あ、なんかすごいの来たなぎっこのタイさんからいただきました。2024年もなぎちゃんはもちろん、なぎっこのみんながたくさん笑って過ごせる1年になりますようにとのことです。すごい、みんなのお幸せ願ってくれてるよ。優しいね、タイさん。なんかちょっと待って、結構ね、鶏肉の絵を描いてくれる方が多いんですよ。やっぱ個性が溢れてますね。なんだろうな、鶏肉なんだけどさ、お腹の部分がさ、ちょっと虫みたいになってるんだよね。伝わるかな。多分竜ね、辰年だから竜を描いてくれてるんだけど、鶏肉のお腹の部分がセミのさ、お腹のところをイメージできるかな。セミ裏返しにしたところ、そういう感じになってて、ちょっと気持ち悪いかもなんだこれは。辰、なんか、あ、辰もここお腹シュシュシュってなってるか。なんだろう、鶏肉のさ、可愛いイメージから、あと、あれだ、目の上に眉毛があるからか、急におじさん化してる。5歳ぐらいの可愛い鶏肉ちゃんが急に、ね、65歳ぐらいのおじいさんになってる。面白いね。続いて、あ、何これ
なんだこれは。なんかちょっと待って、なぎっこのリープさんからいただきました。何も見ずに鶏肉を描こうとしたらこうなりました。何これ。2024年はもう青山さんの絵をいじらないことにしますね。なんで今までいじってたんが。え、待って、これ何、お餅。みんなに見てほしいわ。あのね、なんだろう、鶏肉のくちばしをね描いてくれてるんだけど、表情的になんかくちばしじゃなくてわーって言ってる子みたいなね、あの表情になってましてね。あとこれは多分鶏肉お正月食べ過ぎたんだろうね。普段の鶏肉のご飯の量の8倍ぐらいを前ずっと毎食食べてたら多分こんな感じになる。食べ時な感じ。ムチムチだよ。面白いな。いや、絵って難しいのよ。続いて、なぎっこの作太郎さんです。マヨナギ夜の部の配信に参加しました。ありがとうございます。初めての試みで少し緊張していたのですが、終始笑いが絶えませんでした。あら、嬉しい。2023年は青山なぎささんを初めて知ることができた年でした。お、去年知ってくれたんですね。嬉しい。18歳の僕は金銭面的にあまり余裕がなく、現地参加はできませんでした。ですが2024年の春から社会人として仕事をするので、いっぱいお金を稼いでなぎちゃんに会いに行こうと思っています。え、待ってる。なぎちゃんのイベントがあったらタートルネックを着てカズーを持っていきたいと思います。おお、なんか最初の方は良かったけど、カズー持ってくるんか。これからも声優活動頑張ってください。応援しています。体に気をつけるんだよといただきました。ありがとうございます。え、タートルネック着てきてくれるのは嬉しいけど、数はどっちでもいいよ。面白いね。あの、確かに数はマヨナギだけだね。そうね、次のイベントがさ夏とかじゃないといいね。夏でタートルネックは結構厳しいぞ。もう汗だくで熱中症になっちゃう。冬にイベントがあるといいね。そうかそうか、配信で参加してくれてありがとうございます。でも配信で参加してくれた方が、笑いが絶えないって言ってくれてるの嬉しいな。なんかね、私の父親も母親も配信で見てくれてて、私がさイベント終わってね、イベント終わってその後お仕事があるって言ったじゃないですか。で仕事終わって引っ越も帰る時間が遅かったんですよ。でも疲れた、もうすぐ寝れるって思って帰ってきたら、父親が玄関に待っててくれて、カオスなイベントだったね、ただ一言それだけ言って寝室に消えていく父親。それだけを私に言って彼は寝ました。それだけ伝えたかったらしい。でも本当カオスだったよね。私もなんかあそこまでさ、なんかぶっ飛んだイベントになるって思ってなくてさ、電話をかけるってすごい楽しいなって思った。でもこの電話をかけるのもさ、なんていうの、なぎっこのみんな相手だからかけられるわけで、もう適当にさかけたらさ、とんでもないなんか放送時間みたいになっちゃう可能性だってあるじゃないですか。でもやっぱりね、なぎっこの皆さんちゃんと対応してくれたので、やっぱりこういうことができるのは本当にとても民度がいいファンの方々が多いなと私は感謝しております。ありがとうございます。ん、感想の年賀状も届いてるようだって。お、イベントの感想ですね。いきます。なぎっこのライアンさんからいただきました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。なぎちゃんのご健勝とますますのご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございます。マヨナギイベント両部参加しました。ありがとうございます。テーマソングの大合唱から始まって、至るところからカズーやスライドホイッスルが鳴っている、すげーイベントだとめっちゃ笑いました。ほんとね、よくわからんよね。なぎちゃんスタッフさん、面白すぎるイベントありがとうございました。またイベントやってください。青山なぎさは世界一、これあれじゃん、本年もよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。この最後の青山なぎさは世界一はテーマソングでみんなが歌ってくれたやつだね。私は歌わなかったやつだ。いや本当に楽しかったよね。イベントこれまだやりたい。あのね、これはね楽しい。なんていうの、今回1時間半で私ひたすら喋ってたんですけども、多分私が喋ってる量と会場にいる皆さんが喋ってる量あんま変わんないんじゃないかぐらい、めちゃめちゃみんな喋ってくれてた。そうね、そのさ表現の仕方もさ、カズーとかスライドホイッスルだったり大きな声でね、声出してくれたりしてね、すごい楽しかった。またやりたいな。続いてなぎっこのサイレントスターさんからいただきました。
なぎちゃん、あげましておめでとうございます。おめでとうございます。そして昨年のラジオイベントお疲れ様でした。ありがとう。自分は昼の部に参加しました。あ、嬉しい、ありがとうね。なぎちゃんのトークを間近で見ることができて本当に良かったです。またイベント中、自分の発言に対していろいろ拾ってくださりありがとうございました。おかげでなぎちゃんと会話してる感覚を味わいました。改めて本当に楽しいイベントでした、といただきました。嬉しいな。なんかさ、本当に私がさ、これわかんない、なんだと思うって言ったら、みんなちゃんと答えてくれるからさ、なんていうの、本当は私一人で考えなきゃいけない問題もほぼみんなを頼っていた楽しかったな。なんかなんていうんだろう、普段はさ、ライブとかでちょっとさ距離があるところでみんなが見てくれてるっていうことが多いじゃないですか。だから個人のイベントではなるべくね、皆さんと距離が近い関係でいたいなって思ってるので、なんていうの、友達みたいなね、そういう感じでイエイイエイって楽しめる関係がいいなと思っているのでね、こう言ってくれるのは本当に嬉しい、ありがとうね。続いてなぎっこのまさっちさんからいただきました。初イベント参加しました。ありがとうございます。なぎちゃんが友達感覚で接してきて本当に楽しかったです。おお、すごい、私が言ったすぐ後にこのメッセージ、わお。次は電話番号を載せるので必ずイベント開催お願いします、とのことです。ありがとうございます。やった、友達感覚で私も、めっちゃ接してた。どうもとかまるで近所の友達みたいなね、そんな感じでみんなに話したんだけど、嬉しい。電話番号を載せるの本当新しくていいね、これ本当楽しかった。ちょっと次もさ、もしイベントがさ あったら次テレビ電話にする。すごいよ、一気になんかドキドキ度半端なくなるよテレビ電話、おー、いいじゃんいいじゃん。なんかあれだね、会場にいる方はもしかしたら照明で見づらいかもしれないから、あれよ、配信で参加してくれる方にはテレビ電話にさせるさせる。仕事中、トイレの中で、トイレの中でダメだ、それはダメだそれダメだな、トイレの中ではじゃ出ないでくださいね。トイレの場合は、テレビ電話じゃなくて普通の電話で、もし出られそうだったらテレビ電話ってありかもね。面白かったな、昼の部の最後にさ、私が最後に誰かかけてみようと思ってかけたらさ、たまたまね、トイレの中にいらっしゃる方にかかっちゃったんですよ。そう、その直前までね、見ててくれて、お仕事中だったんだって。お仕事しながらお家で私の配信見てくれてて、でちょっとトイレに行ってる隙に私から電話がかかってきてねえねえ、引っ込んだって言ってました。な、何とは言わんけど、だから出していいよって言ってきた本当にね、いやびっくりしただろうな。で、私はすごく楽しかったな、あの瞬間じゃあ次イベントを開催する時も、電話番号がつながる会場を探したいと思います。そう、本当にこれつながんなかったらできないから。今回ね、電話するかどうか分かりませんっていうのに言ってたのは、会場でその電波が遮断される会場もあるわけですよ。ライブ会場とか結構そうなの。それがね、によってなので、電話番号を載せてもらうためには、載せてもらうから、せっかくならイベントの会場が電波通じる場所を探したいと思います。ということで、皆さんたくさんの年賀状ありがとうございます。後半でも引き続き年賀状をご紹介させていただきます。なぎっこのデコタンさんからの年賀状。なぎちゃんが美味しいものを食べた時、こぼれる笑みで白飯食える。ありがとう、野菜もしっかり食べてよね。ちなみに私はラーメン食べたい。青山渚の迷わず渚。それでは引き続き、なぎっこの皆さんから送っていただいた年賀状をご紹介しましょう。まずはなぎっこネームピリカラさんからいただきました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私の2024年の目標は健康です。昨年は体調を崩してお休みすることが多かったので、今年は日々元気に過ごしたいです。エクササイズ系のゲームを用意したので体力をつけたいと思っています。これからも応援しています、といただきました。ありがとうございます。健康ね、本当にそれよ。なんかさ、もう手洗いうがいしてさ、ちゃんと睡眠とってるのにさ、風邪をひくときはひくんですよ。本当にもうしょうがないんだけどね。なんて言うんだろう、私もなるべくね、風邪をひかないように、
毎日いろんなサプリメント飲んで健康には気をつけてるんですけども、それでもね疲労が溜まって抜けない時とかもあって、なんかねお仕事キャンセルさせてねいただくこともあってね、昨年今年の目標、私もね健康ありますね。お互い頑張ろう。本当に無理はしないで、あこれダメかもと思ったら早めに休むのがねおすすめでございます。共に頑張りましょう。続いてなぎっこの沢田セブンさんからいただきました。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2023年は迷わずなぎさ毎週楽しませてもらいました。毎週聞いてくれたの、ありがとう。2024年も楽しみたいと思います。2024年の抱負ですが、応募されていた3番目くらいということで、家計簿を毎日つけるです。社会人になりたての頃は毎日つけていたのですが、ここ最近サボりがちだったので、なんとか達成したいと思いますといただきました。せっかくなので鶏肉描いてみましたってさ、鶏肉の絵描いてくれてるんだけどさ、なんかめっちゃ怒ってんだけど筋肉もふーんだよ、怒ってる。すごい。そっか、家計簿ね、家計簿な。2023年のねとある日、私もちょっと家計簿つけようかなと思ってね始めたんですよ。アプリをダウンロードしてスマホでねやろうと思ったんですけど、まあ2日ぐらいしかやってなかったかな。その後1回も開いてないや。ひーらね、私は無理。沢田セブン様頑張れ私にはできません。続いてなぎっこのテリさんからいただきました。なぎささん、スタッフの皆様、新年おめでとうございます。おめでとうございます。私は毎年年始に1年の目標を立てています。うん。2024年の目標は、人の悪口を言わないと50以上離島巡りをするです。50以上の離島巡りって結構な量じゃない？すごいね。旅に出まくるということですね。あとは人の悪口を言わない。いやこれ大事よ本当に。やっぱりさ、自分のさ性格とか対応によって周りにいてくれる人って変わってくるから、自分がちゃんとなんていうのかな、人に誠実にね接していれば周りも誠実な人が増えるし、やっぱ悪いは友を呼ぶって言いますからね。悪口言わないのはいいことだと思います。きっとね周りの人もね、テリさんがいたらね、なんか幸せになれる機会が増えると思うので、ぜひそれ達成できるように頑張ってください。続いてなぎっこのエルモさんからいただきました。青山なぎささんの大ファンです。心から応援しています。やった。あとダイエットして痩せてモテたいと思います。もう全然違うの来ただってこの文章の後に来るの面白いな。青山なぎささんの大ファンです。心から応援しています。ダイエットして痩せてモテたいと思います。すごい。抱負も一緒に送ってくれたのね。ダイエットか。お正月を食べちゃったな私。太ったな。なんかさ、年末にね、私にとっては年末なんだけども、マヨナギにとっては新年一本目のさ回があったじゃないですか。その時に今年の抱負をね書いたんですけども、そこに私太ったってちっちゃく書いといたんです。きっと未来の私は太るだろう、お正月食べ過ぎてと思って、今現状太りました。イエーイ。まあ誤差だよね。うん、太ってもさなんとかなるよ。なんていうのかな、撮影とかの前にねちょっと絞って戻したいと思います。そんなね大丈夫、ちょっとしたら戻るさ。プラスどのぐらい、でも基準値が私の中であって、それプラス2マイナス2をずっと行き来してるんですよ。基準値が、基準値 X としたら X プラス2ってことね。でそれの X を基準としてだいたい撮影の前に X マイナス1ぐらいにして、普段は X プラス2とかにしとく。そうじゃないと、その前後4キロで好きなだけ食べていいみたいな、じゃないとね私はねストレスになっちゃうんです、そのダイエットっていうのが。筋トレして、筋トレもその痩せなきゃ痩せなきゃじゃなくて、綺麗な体になりたいなとか、あとは運動するとなんか汗かくのですごいリフレッシュできるんですよね。だからやってて、まあ、X の基準を決めといて、あとはそこを目指して頑張る。撮影前だけちょっと減らそうかなぐらいで、もう軽い気持ちでやっております。続いてなぎっこのコシピカリさんからいただきました。前回のおはがきスペシャルでなぎちゃんに受験を応援してもらったのですが、そのおかげで受験も頑張れて第一志望だった高校に合格できました。おお、今年はなぎちゃんに会いに行きますとのことです。おめでとう。
すごい、第一志望合格したんだ。おめでとうございます。あとめちゃめちゃ可愛い絵を描いてくれてる。可愛い、ありがとね。よかったね。高校じゃあもう4月から高校生になっていろいろ新しい青春が始まるわけですね。うー、楽しいね。じゃああれだね、次なんかお便り送ってくれるときはなんかきっと高校入ったら悩みとかこれどうしたらいいのかなとか迷うことが出てくると思うので、その時はぜひなぎっこ、私のところに送ってくれたらなぎっこのみんながねコシピカリさんにいろんなアドバイスをしてくれると思うので、ぜひなんか迷ったことがあったらこの番組宛にお便りを送ってください。待ってます。ということで皆さんたくさんの年賀状ありがとうございました。なぎっこの JN さんからの年賀状、くじ当たるといいね。当たれ青山渚の迷わず渚。青山渚の迷わず渚、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。さてこの番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスはnagi@joqr.net nagi@joqr.net です。そして番組のアーカイブが文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルにて配信中です。毎週月曜日に更新されますのでこちらもチェックしてください。そしてマヨナギ公式 X には番組情報の他にもなぎっこの観光天使さんからのリクエスト、じゃんけんのチョキを体で表現したポーズの写真もアップされますので、ぜひそちらもご確認ください。なんだそれは、わからん、頑張るさ。それでは青山なぎさ情報です。2024年2月28日に青山なぎさファースト写真集が発売となります。発売記念イベントは2月17日、3月3日に都内某所にてお渡し会&トークショー、2月28日の発売日当日にはオンラインサイン会がございますので、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。続いて現在放送中のテレビアニメシンデュアリティノワール第2クールにシエル役で出演しています。またシエル推し活キャンペーンの締め切りも間近となっておりますのでお見逃しなく。1月31日にねイベントさせていただきますので、ぜひ会いに来てください。続いて青山なぎさカレンダー2024が1月20日に発売となります。各特典もありますのでぜひチェックしてください。そしてフジテレビ系列目覚ましテレビに今時ガールとして出演しています。出演タイミングなどは目覚ましテレビオフィシャル X をチェックしてください。そして毎週金曜深夜24時59分から中京テレビにて放送中、トラビスジャパンのダンスだぜのナレーションを担当しています。Amazon プライムでの配信もありますのでこちらもぜひご覧ください。さて本日の放送いかがだったでしょうか。もうね全然紹介しきれなかった。本当にねもっともっといただいたんですけども、後でねじっくり読まさせていただきます。ありがとうございます。それでは今回の迷わず渚はここまで。お相手は青山渚でした。またねー。